はい、みなさんこんにちは、はずきこえです。こんにちは、たまきです。はい、はずきのショー with T ということで、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日どんな話しますか？そうね、やっぱりうちもね、そうなんだけど、もう4月基本的に予定全キャンセルじゃないですか。そうですね、いろいろね予定してたんですけど、まああっち行くとかこっち行くとか喋るとか、なんかまあいろいろセミナーとかね、まあ全部なくなっちゃったんですけども。そうですね、多分ねそれはもう当然うちだけじゃなくて、もうご覧いただいてる皆さんも、まあ、全員っていうか、まあ、ほとんどそうじゃないかなと思う。まあ、予定とか行事とか入れてる方とかね、もちろんいらっしゃったと思うんですけど、まあほら入学がずれ込むとか、その新学期もこう5月以降にするとか、いろいろね、こうまあ それぞれでこう事情は違うと思いますけども、じゃあ、そのこのなんか、いわゆる予定がなくなっちゃったのをなんかどうなんかプラスに考えていくかっていうか、まあそうですよね。やっぱそこに楽しみにしてた人はなおさらちょっとそこに対してこう気持ち的にちょっと残念とか、こうやりきれないとか、ね、ああだったのにこうだったのにとかね。ねえ、結局たまちゃんもなんかずっと言ってた温泉行けなかったんでしょ？そうなんですよ。もう本当にここっていう日に3月の終わりに予定を開けてた、日にちは開けてたっていうか、もうあここで行こうと思って。いよいよと思ってやってて、本当に直前の、まあ、1週間くらい前まで、もう毎日いろんな状況変わるじゃないですか、その社会情勢というか、まあ、それを見ながらもなかなかこうポチリができなくて、でも本当直前までずっと毎日本当に探すっていうか見ながら、でも最後の一押しができない。なるほど、できなかった。できなかった、結局。なるほど。で結局まあもうね、自粛なムードと感じになったんで、まあこれは行くべきではないっていうところで、結局やりたいことが、まあ、できなかったっていうなんかね話だから、こういうの多いと思うんですけどね。そう、まあまあまあ、こういうのね本当にね、タラとかレバとかはないから、もうタラレバは、もうないんだけど、やっぱり今この状況で行ってもやっぱりまず一つは楽しくないよね。そうなんですよね。そのなんかこう手放しでなんか楽しめないじゃん、なんかこう、ちょっといろんな人の目が気になるとかね、なんか行ってもいいかなとか、いやここでなんか行くのは大丈夫かなとか、考えちゃうじゃん。でもそれがもうメンタルっていうか意識としてやっぱどうしてもそういう現象が来るから、そうするとね多分ねトラブルが起こりやすいんですよ。きっとね、なんか僕そういうこの、まあ、3月の末あたりからなんかあちこち行く人は割にね、トラブルに見舞われてんじゃないかなっていう気がするんですよ。なんかやっぱりそのこう手放しでいけない状態だから、どっかになんかちょっと後ろめたい、いやもちろんそうじゃない人だっていると思うよ、でもなんかそういうちょっと後ろめたい気持ちがあっていくと、やっぱりそれがちゃんと減少化するから、そうするとちょっと事故っちゃうとか、なんかこううまくタイミング合わないとか、なんか思ってたもんと違うとかいう風にやっぱりなりがちなんだよね。これも意識だからもう仕方がないよね。でそれでやっぱり今ねこういう状態になったっていうのも、本当にそのなんだろう、必然必要ベストだから。そうですね、だからそこを何ですかね、まあやっぱポジティブに捉えていくっていうことがすごく大事なことで、やっぱ物事には全部流れとかタイミングが本当にあるわけでね、でその結局それって今こうなってるっていうのはそういう流れじゃないですか。そうですね、でこれもうすごい個人的な話じゃないじゃん、社会全体じゃん。そう、この間なんかネットのニュースで見たら、なんか今は世界の大体2割ぐらいの人がもう自宅待機っていうか家から出れなくなってるっていう、ロックダウンな状態ってことですね。だまあそれが本当かどうかは知らないけど、でもすごいよね、2割ってすごくない？すごい、15億人っていうくらいの話よ、ね、がもういわゆるもう家から出れない、出れない状態になってるでしょ。それすげえことだなと思って、なんか海外では、ね、いわゆるこう不要不急は出ちゃいけないけども、例えば
なんかあの食材だったり、はい、ドラッグストアだったり、うん、まあ、犬の散歩はいいとか、あ、なんか細かくなんかあるみたいな ね、うんうんうん、それが面白い、面白いって言ったらあれだけども、うん、今犬が疲弊してるんですって。散歩行けないから違うの、はい、犬がいると散歩に出れるから、みんな犬のリースがあるんですって、うん、あ、犬が、まあ、言い訳になるわけね。でだからみんな犬が欲しいわけね。そう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 、うん、散歩だったらいいよっていうふうに一応言われてるから、うん、とにかく犬さえいれば外へ出れるみたいな、そんな感じになってる。そうそうそう、だから飼ってないところは犬のリースがあって、それで散歩に行くから犬がそしたらなんかこの辺に鼻つけてこういうのかぶって、おんへんみたいなことやったらいいんじゃないの。いや、でそういうふうにぬいぐるみで出てる人はなんかちょっとちょっとみたいな感じで、あ、ちょっとちょっとって言われるの。あ、え、いや、ちょっとそうそうそう、でもすごいですよね。そんなだってもうほら、ある一部の地域国だけじゃなくて全世界だから、そういう意味ではもう本当地球が一つって感じですね。そうだ ね、まあ本当にだからボーダーレスになるのもよくわかるし、これがやっぱりこうそれだけやっぱり経済にどれだけのインパクトがあるかっていうのを考えたらすごいインパクトだよね、うん、基本先進国でしょやっぱりね、うん、が多いじゃん、うん、でこれとなんかあのまあこの間からあの始まった 5G と結構ね絡んでるっていう話もあるんですよね。なるほどね。でまた 5G がいろいろ言われてますからね、うん、まあ、それ昔から言われてるんだけど、うん、電磁波ね、うん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 、当たり前だけどその通信速度が速くなる、ね、うんうんうん、いわゆる情報のデータのやり取りが多くなるっていう、それだけ強くなるの当然じゃん、うんうんうん、で昔からそれは言われてんだよね、電磁波の問題とかもね。だから、まあ、そういうことも全部、まあ、そのネガティブな方にフォーカスするのか、うんうん、それともそのやっぱりこのタイミングだからこそできることとか、うん、このタイミングは一体宇宙は私に何を問いかけてるんだろうかって思った方がいいわけよ。なるほど、はい、そういう視点を持つと、うん、あ、今だからこれできるかもしれないとか、うんうんうん、今これチャンスかもしれないとか、そうですね、うん、あるいは今これ試してみようとかいうのは必ず出てくるはずなんよね、うん、でそれが特にこうやってプラスの方向に、まあ、アセンション進んでいく人は、うん、それをね捕まえるのが絶対上手なの。そうね、うん、そのあのネガティブな方に引っ張られちゃう人はもうすごいネガティブになっちゃうわけよ、はいはいはい、心配不安で、うんうんうん、なんかどうしようどうしようとか、なね、なんか結局何も手つかないとか、そう結局そうなっちゃいますもんね。なるでしょ、うんうんうん、だからそこがやっぱりこう本当に大事な二極化の分かれ目だし、だからそれをじゃあどうしようどうしようって思ってるのも仕方がないから、ね、それはそれで認めてあげたらいいんだけども、うん、やっぱり僕としては本当にずっと言ってんだけど、うん、1日1回でもいいから、はい、もう自分の体に手当てて、うん、深呼吸してありがとうございますって言って自分の体に感謝するとかね、うんうんうん、こういう時こそやっぱ祈るとか、うん、そういう習慣を身につけるとかすんごいいいと思うんだよね、うんうん、それこそ、まあ、僕はほらまあ、まあほらっていうか毎日こう祈りと唱えてんだけど、はい、うん、あとなんか般若心経を読むとか、今すごいんじゃないかなとか思ってるんですよ、うん、まあ、落ち着くっていう感じですね。そうそうそう、あの結局なんかその、いわゆるその信仰を唱えることによって、うん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 、まああのニュートラルになっていくわけですよ、うんうんうん、もう無心でそれを唱えることによってね、そうですね、戻るところがあるっていうと眠れるとね、だそういう習慣を身につけるとかもすごくいいと思う、うん、この時期だから、はい、もうなんか何もすることないから、まあ、なんかテレビもねあんま面白くないかもしれないし、だからそうなるとやっぱりなんかやっぱり人はなんかしたくなるものだから、うん、あ、せっかくだからこの時期にこれ覚えようとか、うんうん、これちょっとやってみようとか、うんうんうん、でも今だったら本当に個人でもこれ、うん、YouTube とかも全然できますしね、うん、それにまあじゃあちょっとトライしてみようとかいうのはすごくいいはずなんですよ、うんうん、で結局それがそのもうちょっと先から見たら、ああの時あの時間があったから今これがあるのよっていうことになるのよ、うん、でそれが波に乗るってことなのよ、ことなのね、ことなのよ、ことなのね。でそこをやっぱり上手に捉える人と、うん、やっぱすごくこうまあ見過ごしちゃうっていうか、うん、なんかあの引っ張られちゃうっていうか、うん、飲まれちゃう人にやっぱり分かれちゃうわけよ。だから飲まれるのか乗るのかってものすごく大きな違いだけど、ね、うん、でもちょっとした違いなのよ、まあ、ちょっとした勇気とね、なんかチャレンジと、そう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 、うん、いわゆるそのメンタリティの問題だから、そう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 、少しの意識の違いで、うん、ものすごく大きな
まあなんですかね、こう成果の違いが出てくるから、うん、そういう意味では今ねこういうこうちょっとこう自粛の時期はそれこそ内面をちゃんと見て、でそれをこうなんかこうちゃんとニュートラルにしてクリアにしてなんかチャレンジしていくっていうね、すごくなかなかこんななんか2週間とかまあ1ヶ月とかわかんないけど、それぐらいの期間がねずっとこうなんかオフであるなんていうことは本当にないと思うんで、これはチャンスだとすごい思いますけどね。え、例えばタマちゃんはそのなんかその間あったら仕事以外には何をしようと思うの？仕事以外にやっぱ身辺整理、うん、何の身辺みたいな何もないじゃんみたいな何を整理するの？いや、なんかなんだろう、もうそれこそ自分の家の在庫確認かな、例えば断捨離だったりとか、ああ身軽にするかなって感じですね。ああ、うん、そうね、うん、どうしても毎日こう流されてしまうから、はいはいはい、まあ、それこそこうちょっともうちょっと断捨離してミニマムになろうかなっていう、きっと、うん、分かんないかな。先生何しますか？え、僕だからさっき言ったみたいにちょっとね、うん、般若心経覚えようかなと思ってるんですよね。うーん、毎日こう唱えてみようかなと思って、なんかやっぱりほらすごい神社好きだから、うん、どうしてもほら神社の祝詞は好きだから、うん、もう いくつかパターンがあって唱えてんだけども、うん、やっぱりこれからの時代を考えると、うん、やっぱり送るっていうことも必要になってくるから、送るって送るってあちらの世界に送るって、あ、はいはいはい、その時にやっぱり、うん、あの祝詞は唱えられないじゃん、うん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 、ね、光輝くとかなんか、ね、そう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 、そういうふうには、うん、いやまあそれはまだいいかもしれないんだけど、うんうん、そのいわゆるあの「かけまくもかしこきざないのおおかみ」みたいなふうには言えないじゃん、だからそれも対応しないといけないなと思ってて、そうするとやっぱ一般的にはまあね、うん、お念仏が、うんうんまあ、ポピュラーだから、うん、なんかこうお念仏唱えて最後、うん、チーンみたいな感じで「ナム」みたいなことができるようになると、うん、いいかな、またちょっと幅も広がるかなと思って、うん、なんか袈裟つけたらお坊さんに見えてきますもんね。そうでしょそうでしょって、いい話するよ。講話が長い、あれが長いんでしょうね、説法があれがね、足がしびれて。なんで 長かったらダメな設定なのそれ。イメージ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 。いやでもアナルね、そっちの方もね、それなんかちょっと一つこう覚えようかなと思ってるのと、それからやっぱり今こういう時間でやっぱりこうまとまって時間が取れそうだから、あのでもあんまりうち関係ないですけど、ね、そうあんま関係ないんだけどね。まあなんかこう、うん、ちょっと古いあのコンテンツをねもう一回ちょっとリニューアルしようかなとかいうのもあるし、うん、あとはやっぱり多分もう本当に今皆さんなかなかほら外へ出れなくて、うん、やっぱりお話ししたいとか相談したいとかいうニーズもきっとあると思うんで、うん、まあ、もう一回しばらくこう今年に入ってからやってないんで、うん、まあ、あの個人セッションをね、うん、再開しようかなと思ってます。まあ、それはリアルで会うわけじゃなくてね。そうですね、まあリアルではちょっと会えないから、うん、まあこういうインターネットの環境とかで、うん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 、お電話とかねその辺使いながら、うん、もし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 電話相談室みたいな。もしもし、はい、葉月ですけど、はい、葉月ですけどみたいなね。そうそう、まあそれちょっとねやってみようかなと思ってますんで、うんうん、まあ皆さんちょっとご興味ある方はですね、まだね、あ、葉月さんそういうのやるのねって、もう全国全世界対応できますから。そうですよね、はい、え、生葉月とこう電話ができるわけですね。そうそう、なんかキムタクと電話するみたいな感じ。キムタク、ちょ待ってよ、キムタク、キムタクじゃないね、違う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 、キムタクアン坊主みたいな感じですけどね。まあ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 、まあ、なんかいろいろとね、はい、考えておりますので楽しみにしていていただければと思います。はい、はい、ということで、じゃあまた皆さん、はい、明日また、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。